備えあれば憂いなし地震や台風などの災害に対して日頃の備えや対策などポイントのご紹介そして三田市が行っています防災対策についてご説明いただきます。 今日は三田市危機管理課から北村さんにお越しいただきまして台風シーズンを迎えてのお話を伺ってまいりましょうどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさて9月に入りまして本格的な台風シーズン、えー、今年はなかなか7月は台風を聞かなかったんですが一気にここに来まして次々と特に週末などがね気になる情報が入ってますが今年の台風の発生状況などどのようになってますでしょうね はいえー、そうですね、あのー、今年はです、ねあのー、先ほどもおっしゃられました台風の1号の発生がです、ねはい、7月に入ってからとちょっと、えーえー、遅かったわけですので,す、ねはいでまあ、私どももっと今年は少ないんじゃないかという,ような期待もしていたんですけど、えー、<laughs> それからですね、あのー ポンポンと発生しまして結局まあ7月に4つ発生しました続いて8月ですがこれ7つ発生しましたまた8月に7つ発生というのはなかなか珍しくですね。 から約10年ぶりにこんなにたくさん発生したということになっております。ああそうですか。はい。うん、でですね、あの、えー、あと先週ですね、先週と今週です。はい、まあ9月に入ってからですね、2>, えーえー、2つ発生しまして、はいえー、まあ今のところ合計13号、うん、13号まで発生したというふうになっております。うん、で、まああのこのね、一番新しい分ですね、9月6日の午前中にまあ台風13号となってですね。 まあ、あっという間に駆け抜けましたああで,、ね、でまあ、はいあのー、こちらがですね今朝の、まあ、3時台にはあの、はい、温帯低気圧に変わったわけで上陸したかしてないかというとその線引きで言いますとね、えー、これはもう上陸には入ってないんですけどあ、はいはい、やはりあの、ね、今朝なんかでも三田市内においてもですね一部のところではまあ明け方もしくはそのね 通勤ね通学時間にね、もうタイミングよくというかタイミング悪く, <laughs> 悪くかなりの雨に当たった方もおられるかと思います。そうですね。はい。そうですね。あとやはりですね、あの皆さんのニュースでお聞きになってます。先月末の台風15に関しましてはですね、これはですね、大きかったですね。大きかったです。はい。もう動きもなんかびっくりするような動きでですね。はい。 もう誰も予想していなかったようなねーあのブーメランとかユーターンとかそ,それより激しいような、はい、あのよくお話しするんですけど、はい、あの壁にボールを当てて帰ってきたぐらいの向きの変え方でしたからね,ねちょっっとそれはびっくりしましたがしたかも大きくなって帰ってきたというね。はい、そうですね でこちらはですねあの東北から北海道にかけましてですね、はいえー、甚大な被害をもたらしました、残念ながら、えー、犠牲になられた方もおりますしあ、はいです、ねでえー、まあ、あの未だにあの行方不明の方もおられますので,そう,です、ね、そういった意味ではちょっとまたこれ全容被害の全容というのはつかめきれてないんじゃないかなと思います。三、はい、段ははいいかがでしたでししたょうね、はい あのまあ、あの特に、ね、あの大きな被害というのはありませんけどやはりあの影響で,です、ねえー、例えば10号でありましたら夜間から深夜にかけてよく降りましたし先ほど申し上げました今朝の13号でありましたらその通り過ぎて、えー、時間的にも温帯低気圧になったあと、ねはいはい、秋雨前線の影響もありまして、うんえー、出勤時間によく雨が降ったというふうになっております。はいはい あとです、ねまあ、あの雨に関して言えば台風の影響だけに限らずです、ねあのまあ、近年よく言います、えー、ゲリラ豪雨についても、ねはいえー、注意していただく必要がございましてです、ね、これ長期的なあの40年スパンぐらいの長期的な目で見るとやはりあの頻度というのがです、ねはい、上がってきております。 いろ、えーまあ、んな地区で,です、ね、各月の雨量とかを見ても例年、前年を上回るようなことがもう珍しくありません、そういったこともございましてです、ねはい、場所によっては、えー、土砂災害や、まあ、浸水被害に対しても警戒、うん、注意が必要になってくるかと,思いますとなりますとこれから特に台風が発生しやすい時期になるわけですが私たち、どのような心構えでどのような備えをすればいいんでしょうね。 はい、えー、そうですねあのまずですねあの、まあ、備えるということでとりあえず日常のですね、はい、穏やかな時からですね皆さんがお住まいの地区はですねどのような場所なのかまたね、ねどんな地形であり<ー>、えー、そんな特徴がどのような特徴があるのか、はいでえー、またいざという時の避難所であるとかあ地域で集合していただく場所がどこにあるか。 はい、それ,安全,それらに安全に避難ができる場所、まだ避難経路をですねしっかりと確認していただきたいと思います、はい。であとまあそういったことをですねあのご家族の皆さんでえお話し合っていただくというのもこれまた非常,な非常に重要なことになってくるかと思いますう,うちは大丈夫だろうというあの何の理由もないあの、はい、勝手に思い込むというのが一番やっぱりいざという時に慌ててしまいますのでね,でね。 根拠のないですねぜひ皆さんご家族でお話し合いを持っていただきたいということです、はいえー、そしてあの登場しますのがハザードマップさんだというのがここでも、ね、お話しいただきますが、はいえー、役に立ってくるということになりますね,、はい、すね今の避難所のお話だと、はい、これですねちょっと改めてあのご紹介させていただきますけど、はい、え入、ー、ではです、ね、あの土砂災害の警戒区域やあと河川に関連した浸水想定区域 あ,とですねあの市の指定避難場所であるとかえ防災関連の機関 それからですね、いろんな防災啓発,啓発情報を掲載したハザードマップさんだというのをご用意しております。はい、えまあこれなかなかね、あのー、私らが作っておきながら自分らで褒めるのもなんなんですけど、非常にいいたくさん情報を詰まっておりまして、ね、そうですね。はい、本当にたくさん入ってますね。れこれがね覚えれたらかなりいろんな被害を防げるんじゃないかと。本当、ええ、そう思いますね。はい、私もあの机の横に置いて,、ねええ、置い,てしいます、はい。もう何回もあの開けて閉めて開けて閉めてするんでも <laughs> すぐボロボロ。 なってでまあこちらねちょっとあのサイズ的に大きいということもございますが、まあ、これは全域版ということになっています、はい、裏と表に三出しをお全て載せておるんですけどす、ねはい、これをですねまあ,あの地区ごとにですね、えーまあ、地区ごとというか、まあ、あの6つに分けまして。 あのー、全体的にさんのサイズに収まりやすくしてです、ねええ、ご家庭の例えば、あのー、扉であるとか、えー、冷蔵庫に貼っていただきやすいサイズにした竹板というのもご用意しておりますのでぜひ、あのー、ご用意いただければと、はい、思います。はい分かりまましたたそれはじゃあ、あのーまた えっと、危機管理課の方にお申し出をすれば、はい、はいね、いただけるということですね。はい、まあ、あとは、あの地域の市民センター等にもおいてございますの、うん。そうなんですね。はい、はい、そして、今日、また最新版をお持ちいただいてますので、あの大きなハザードマップ全体のわかるものも。スタジオの前にありますので、ぜひお手に取っていただきたいと思います。そして、家族で、この話し合い、えー、避難場所や避難経路を確認したということで。では、次の準備はどのようなものが。 必要でしょうか。はい、そうですね。あの非常持ち出し品はい、そういったものをですね考えてご用意いただければと思います。えーはい、で、はい。まあどんなものがあるのかいろいろ何度も聞きますけども、はい、ついつい忘れてしまいがちですので,です、ねはい、改めてご紹介ください,、はい。はい、そうですね。あのまあざっと申し上げましたらですね、はいえー、水非常食ですね。はい、はい。あと貴重品。はい。 あと衣料品ですね、はい、衣類、下着、毛布、その辺ですね、はい、あとラジオ、懐中電灯、まあ、懐中電灯とラジオに入れる、まあ、電池もそうです、はいはい、で、えー、卓上、コンロ、ライター、マッチですね、えーはい、あと、えー、薬とかばん、えー、の医薬品関係ですね、えーはい、あと、えー、ティッシュ、ラップなどの日用品などが、まあ、パッと考えただけでも浮かんでくるかと。 はい、いこれはあのハザードマップの方にも、ね、トップに出ていますのでぜひまた参考になさっていただきたいと思いますが今のようにこう事前にできる備えは他にどういうものがありますでそね。あの先ほども申し上げましたが、えー、あの日頃の備えということですので。えー まあ、そのような時にときに穏やかな時にですね、はい、ご自宅の周りであるとか例えば建物をお住まいになられている建物の周りをちょっとぐるっと一度確認していただいてですね、はいはい 屋根の瓦がずれていないかとか、はい、雨どいが傷んでいないかテレビのアンテナがなんか前より傾いているなとか<ー>そんなことがないか <laughs>、はい、あと、まあ、あのブロック塀、えー、ひび割れていないかとか、はい、そういうことを確認、ねはい、していただいて、まあ、あの必要ならあの補修をしておいってほしいですね。まあ、あととちょっと、ね、よくあのニュースで 映像であるんですけど、はい、雨になってとかそういう中でね、あのそうですね、これは危険ですよね,すねあの、非常に危ないですね、で、例えば、あの田んぼに行かれる方もおられます、はい、あの丹精込めて作った農、ねえー、作物ですのでね、気持ちは分かります。 もう屋根に関しても,、ね、もう雨漏りがしたからといって特に命に関わることはないので登る方が危険ですね,そうですね登って、ね、足を滑らせたらかなり容易がしますので、はい、その辺はちょっともう雨の日にはもうやめていただきたいなと思います。はい、そして次の段階は 台風がこう近づいてきた状態となりましたらどんな心構えをすればいいんでしょうか教えてください、はいえー、そうしましたら次、ですねラジオであるとか、はいえー、テレビ、パソコン、はい、携帯電話などですね、えー、いろんな気象情報を確認してください。はいであのー 突然発生するような地震災害とかございますよね、それとは違いまして、えー、まあ台風なんかのまあ気象情報、ですね気象事案はです、ねえー、予報といった形で発表されておりますので、でねはい、でまたですねあの近年はですねあの技術の進歩もありまして、えー、まあパソコン、スマートフォンなどでご利用いただきますと、ですね、えー、台風の状況とか、 雨雲の位置などです、ね、すごいですすすねすごい、はい、もうかなり細かいことまで、はい、もう自分が予報官になっている感じな <laughs> ではい、もう確認していただけるかと思いますあの雨雲の位置は本当に助かりますね、次にどの辺にいるのかとか、はいえー、送っていくと流れていく雨雲が流れていく向きも分かりますのでだから今出た方がいいのか今待った方がいいのかはすごくよく分かりますね。はいかなり でまあ、あのそれらの,、ね、あの情報ですねご、えーまあ、有効にご利用していただきましていざとなったらあのご自宅周りの飛ばされやすいものを例えばゴミ箱であるとか、えー、物干しあの植木鉢とかちょっと重量はあるんですけど、えー、自転車などご自宅に入れていただくとか、まあ、当然、あのー、うん 扉とか窓を閉めていただくこともそうなんですけどあ、はいろ、まあ、んなものが飛ばないように対策をしていただきまして避難の準備や避難はどうなるんやろうとも考えていただくだけでも最初の一歩というのが変わってきまますすで、はい、よろししくお願いします以前テレビで見ましたらあのこう大雨で濡れてしまうと。 スリッパとかタオルとか雑誌もガラス窓を割るっていうね実験してました。はい、ましたね。びっくりしました。雑誌が、えー、あのガラスの扉を破るという内蔵は、はいね、私もついこの間見ました。だからそういうものってそばにねついつい置きがちでこういうのは大丈夫だろうと思うけど、はい、雨で濡れた場合は狂気になるっていうね,うねこれもちゃんとどけておいた方が。 窓ガラス、そのまま危ないんで、ね、あので、えー、雨戸を1枚閉めていただければそ,、ねはい、それは防げるかと思います、ね、そしてまたカーテンなども閉めておくと割れた時もガラスが中に飛び散らない割ればするんですけどあのカーテンに沿って下に落ちますのでいろんな方法はあるようですからね、はい、皆さん近づいてきた時の心構え今伺っていますがその中にやはり情報を集めるということで気象情報をよく聞くということがやっぱり大事なんでしょうね。 えとですね、その情報に関してですね、はい、あの情報を得る方法というのは他にもございましてですね、えーま、あの例えばあの、三田市の方がおすすめしているのがあの三田防災防犯メールとなっております最近はですね幅広い世代でスマートフォンの登録も増えてきておりましてですね携帯電話の復旧率が上がってきております。はい でえー、災害時とか外出中ですね、はい、そういった理由で、まあ、テレビやラジオを見れない、えー、ご家庭のパソコン、当然そばじゃないですから、はい、使えないということであってもです、ね、ふ、えー普,えー、普段から身につけている携帯電話であれば、えー、情報を得ることができますので、でねはい、ぜひ登録していただいて、もう積極的に情報を収集してください。では、その3段、防災,防,災防犯メールの登録方法、ご紹介ください、はいえー、この登録方法は非常に簡単です。はいえー サンダーアットマーク防災ドットネットにからメールを送信していただくとですね簡単に登録手続きができますので登録がまだの方はこの機会に登録をお願いします、はい、こちらですね市のホームページの方でですねご案内させていただいております、はい、で画面の方にですね QR コードというのも出てきますので最近のあの読み取り機能が付いた携帯電話であればもうかざすだけでアクセスしていただけますそうなんですねはいわかりました今ご紹介いただいた。 カラメールを送る先サンダーアットマーク防災 .net ではちょっとゆっくりアルファベットをご紹介しますねサンダは SANDA ですねそしてアットマーク防災は BOSAI そしてドット NET サンダーアットマーク防災 .net N. E. T. ネット、こちらの方にアクセスしていただければ。で、カルメールを送れば大丈夫、もしくはホームページの方からということです,、はい、ですね。ありがとうございます。でも、今伺いますと、情報を集める方法、本当にたくさんありますね。はい、そうですね。えー、あの情報の収集方法、たくさんね、あの、えー、持っていただいて。はい、で、えー、まあ、情報を待つのではなく、まあ、何らかの方法で、積極的に情報を取り込んでいただければと思います。はい、はい。そして、情報といえば、避難に関する情報もあるんですよね。はい。そうですね。あの市ではですね。最後。 対策本部が設置された後、ですね、えー、気象情報とか、あとあの現場に向かったパトロール班からの報告を受けましてですね、えー、協議で決定した上えで避難所情報というのを発令しております、はい、その避難情報にはどのようなものがあるのか改めてご紹介ください、はい、避難情報はですね状況に応じまして避難準備情報、それからですね避難勧告、はい、次に避難指示と段階的に発令いたします、はい。 であのそのためです、ね、あの避難情報が出されたとき、ね、対象の区自治会にお住まいの方はです、ね、避難の準備、またあと避難に時間のかかる方です、ね、お年寄りとか子どもさんですね、おられる場合はです、ね、ちょっと避難の準備。 避難の開始をお願いしたいと思います。今回、この件でちょっと大きなね。被害に遭われたあの事案もありましたけど、あの改めて考えると避難っていうのはそのままいると命に危険が及ぶかもしれないから出るわけですよね。はい、だから、避難の準備をしましょう。というのは、時間のかかる方はもうその時点で避難所の方に行かれた方が良さそうですね。すねはいはい、一歩早めに動いていただければと思います。例えばそれが空振りになった時には、はい、あ避難訓練できたなぐらいの。の お気持ちでいらっしゃったら最初にご紹介があった避難所までどのぐらいかかるんだろうとか,、はいかねね、どの道通れば安全だろうかという状況も分かりますのでぜひ皆さん、ね、この避難準備情報あまり軽んじないで,で、ねはいね、ぜひあの大きなあの被害に遭わないためにも時間のかかる方はご準備くださいね、はい、そしてその避難所どのような場所があるのかというのもちょっとお伺いしたいですが。はい、はい 避難所なんですけど、その種類というのがですね、えー、ちょっと今年度より呼び方が変わっておりまして、ですね、はいはい、昨年度、ですね地域避難所、それとあの第1次避難所と呼んでいたものを、今年度は市指定避難所としておりますあ、はい、はいで同じくですね 2>、はい、第2次避難所と呼んでいたものを補助避難所といたしまして、えー、あと広域避難所と呼んでいたものを広域避難場所と改めております。はい じゃああの新しい2016年平成28年度版のハザードマップ3段にはこのように書いてある、はい、ということですね,ですね市内にはいくつぐらいあるんでしょうそうですねあのちょっと重複している施設もあるんですけど市の指定避難所が34か所ですね、えー、34箇所、はいえー、補助避難所が4か所です。4箇所はい 広域避難所が9箇所。はい。まああとあの福祉避難所というのも一つでございますあ。あ、そうですか。はい、今お伺いしているこう数を合計しますと、各地域に三田市指定の避難所などがあるというふうに考えてよろしいですかです、ねはい。はい。で、ちょっとまたあの再登場させてしまいますけどね。ハザードマップの方にですね、はい、避難所のあの書き込むようなマークであの印つけてますのでです。 ぜひ、ね、ご自宅と避難所、位置関係見ていただいて歩くなり、はい、一度試してみていただければとと思いいまますすあ,ありがとうございます、はい、ただのこう、の市民側からしますと避難情報が出て一斉に、ね、たくさんの避難所に集まったとき混雑したり入れなかったりするんじゃないかなとちょっと心配なんですけど。 市、ねえー、としてもですべ、ね、ての方に同じタイミングで避難情報を発生するわけではないんですけどもし皆さんが一品に来られると、はい、あの入りきれないということも考えられますあやっぱりあそうですかでそこで,です、ね、ちょっと皆さんにお願いしたいのは風水害とかの今回みたいな、ね、形で風水害の状況で避難情報が出た場合土砂災害の、えー、警戒区域とか山の近くですね、はい、あと浸水想定の川の近くにお住まいの方はちょっと早めに避難をしていただ いただく必要があるんですけど、あはいはい、まあ、あのー、激しい雨や周りが浸水していてで、逆に外に出ることが難しい場合ですね。で、はい、それはもう被害すること、えー。避難することで被害に遭う可能性がありますので。はい。はい 危険を犯して避難するのではなく、うん、まあ丈夫な建物で、まあ、高い2階以上の建物であればですね 2>,、はい、まあ2階に避難をしていただくということも手段として有効です、うん、あじゃあ避難情報が出ていても状況や場所によっては避難が必要な場合と、えー、しない方がいい場合があるとといううこでですねそうですねそ、はいえーまあ、安全な場所であれば、その場にとどまっていただいた方が、うん、ご自身の身を守れるということです。あはい、はい 周辺道路が冠水しているような状況であればです、ね、マンホールの蓋とか側溝の溝が外れていることも考えられますのでそのような状況で,です、ね、夜間に避難をするというのが非常に危険です。うでまあ、そういったこともありましてです、ね、あの避難準備情報というのはもう夜間には外れしませんのであと仮にです、ね、避難勧告とか避難指示、まあ、夜間に出るような情報でありましても指定された避難場所かあの 国内の安全な場所へということで、はい、はい、合わせて、あのお願いをしておりますので。はい。わ、はい、かりました。あのマンションやそれから2階以上の住宅にお住まいの方は。そういう場合は、その中で安全な場所に避難していただくということがいいんですね。はいはい、はい、そうですね。もう、そのようなの垂直避難。上に、はい。上に逃げるということなんですけど、はい、まあ、そういったことも覚えておいていただくと助かります。はい。わかりました。はい、では、避難について、その他何か気をつけることございますか。はい。 そうですねあのどちらの方へ避難するにしてもです、ね、お年寄りとかあと小さなお子様がおられる家庭ではです、ね、避難に時間がかかると思いますので、えー、え少し早めの避難を心がけるようにしてください、えーでえー、避難所に来られるときはです、ね、あの特にあの、まあ、水とかあ食料をお、ね、持ちいただいて台風とかの場合は過ぎ去ればっ帰っていただく場合がございますので,、はいですね、来て1日で帰っていただくという場合は食事とかがあのご用意できない場合があります。 かりました本日お話しいただきましたハザードマップそれからサンダー防災防犯メールの登録方法などをご紹介しましたチラシハニー e f m のスタジオ前にも置いてあります。 また、ハニー f m は災害の時には三田市と協力して緊急情報を放送することになっておりますので災害の時にはラジオ 82.2MHz に合わせていただくかこの4月からネット放送をご利用いただけるようになっておりますのでパソコンやスマートフォンで情報を知る手段としてぜひご活用いただきたいと思います。 えそうですね、これからです、ね、あの本格的なの台風シーズンに入りますで、先ほども申し上げました台風10号のようにです、ね、もう思わぬ方向に進路を変えてしまう場合もありますし、うん、え進路から外れているからといって、えー、まあ安心はできません。 であの災害はです、ね、もう台風だけに限っておりませんあの冒頭にお話しした通りゲリラ豪雨が原因で土砂災害が発生するかもしれませんし今年度当初にありました熊本地震のようにです、ねはい、大きな地震が起きる可能性はもう必ずしもゼロではありません。ですので,です、ね、もういつどこでもどんな災害が起きてもおかしくない状況です。ので まあそのような意識を持ってですねあの日頃からの備えをしていただきたいと思いますどうもありがとうございました今日は三田市危機管理課から北村さんにお越しいただいて台風シーズンを迎えてのお話をいただきましたなお本日の放送今週の日曜日9月11日の朝9時から再放送をいたしますこの時間は備えあれば憂いなしをお送りしました 次は1月12日にお送りします次回もぜひお聴きください <music>